フリードリッヒ・アルベルト・モーリッツ・シュリックは、ドイツの哲学者、物理学者にして、論理実証主義とウィーン学団の創立者。父エルンスト・アルベルト・シュリック、母・アグネス・アルントの下、ベルリンの富裕な家庭に生まれた。ハイデルベルク、ローザンヌ、最終的には、マックス・プランクの元ベルリン大学で、物理学を学び、1904年に、学位論文、 ひきんしつ中における光の反射についてを完成させた。月金源で一年間思考士として過ごした後、チューリヒで哲学研究に転向した。1908年には、小論、生活の知恵を発表した。これは幸福主義、つまり幸福こそが倫理の最高の目的だという理論に関するものである。彼の復帰的な評論。 近代論理学による真理の本性は1910年に発表された。それに続いて美学に関する評論を何本か発表するとすぐに、シュリックの関心は認識論、科学哲学、さらには科学に関するより一般的な問題へと移った。この最後のカテゴリで、シュリックは1915年にわずか10年前の話題であるアルベルト・アインシュタインの 特殊相対性理論に関する論文を発表して有名になった。また彼は近代物理学における空間と時間を発表した。この論文では一般相対性理論においてアインシュタインが非ユークリッド気化学を採用したことを説明するのにアンリポ・アンカレの気化学的規約主義を適用することで彼の初期の成果が拡張された。ロストックよびキールでの初期の職務の後、 1922年に、シュリックは、ルートビヒ・ボルツマンや、エルンストマッハがかつて行っていたウィーン大学の自然哲学の講義を受け持つことになった。シュリックは、哲学や科学の分野で才能のある人を系統立てる上で、特別な成功を並べた。シュリックは、ウィーンにやってきた際、毎週木曜日に科学部の学部舎で定期的な会合を開いて、 科学における哲学的な話題について議論している科学者と哲学者の集団のリーダーになるよう壊れた。その集団の初期の成員には数学者のハンス・ハーンがいて1.2年のうちにルドルフ・カルナップ、ハーバート・ファイグル、クルト・ゲーデル、オット・ーノイラーとフリードリヒ・ヒバイスマンなどが参加した。彼らははじめエルンスト・マッハ協会と自称していたが、その後ずっと ウィーン学団として知られている。1925年から1926年には、彼らはその頃のゴットロープ・フレーゲ、バートランド・ラッセル、ルートビヒ・ビトゲンシュタインらによる数学基礎論の研究について議論した。ビトゲンシュタインの著書、論理哲学論考は簡潔で、宝石のように輝いている著書で、他の同種の著書の中でも特に象徴主義の理論と、絵画つまり、言語学の モデル理論を発展させた。シュリックとウィーン学団はこの本の研究に少なからぬ時間を費やしており、この本がもはや彼らの議論の主要な関心事で、亡くなってもこの本は議論で研究され続けた。やがてビトゲンシュタインも、シュリックやウィーン学団の成員とあって、論考や他の考えについて議論することを承知したが、彼は後に訪問者を共感している対談者に、 とどめておくことが必要だと気づいた。シュリックの影響を通じてビトゲンシュタインは鼓舞され、哲学の分野から離れて10年ほど経って、哲学の分野に戻ってくることになった。それにもかかわらず、シュリックとバイスマンのビトゲンシュタインを交えた議論は、ビトゲンシュタインが未発表のアイディアが、カルナップの評論で許可なく、使われていると感じるまでしか続かなかった。しかし彼は、 ウィーン学団の他の成員とは合わなくなった後も、シュリックとは書簡によって議論を続けた。シュリックは1918年から1925年の間自身の知識の一般理論に則っ,って研究していた。そして彼の哲学における後期の発展は、彼の認識論を支持できなくしたが、一般理論は偽物のアプリよりな知識に反対する合理的推論において、 彼の最大の成果である。この偽物のアプリオリな知識に対する批判では、理由に対して自明な唯一の真理は定義上心理な原名、例えば形式論理学や数学の原名であると主張される。その他のすべての真理は経験的な証拠に基づいて評価される。ある原名が定義として提出されておらず、また証拠によって検証したり反証したりできないなら、 その原名は、刑事上学的である。ここで、刑事上学的というのは、無意味、ナンセンスと同義である。この原理に、ウィーン学団は、ビトゲンシュタインと同様にお互いに明確に同意した。1926年から1930年にかけて、シュリックは、科学としての倫理学を書き上げた。本書では、哲学の存続できる分野としての倫理学が、扱われていて、 彼に追随するウィーン学団の声員を驚かせた。1932年から33年にかけての著作アーケントニス3及び実証主義と実在論では彼はあらゆる考えのうちで最も実証主義を有名にした定義のうちの一つ、刑事上学の可能性を否定するを発表した。それによって彼は刑事上学を真なる存在、それ自体としてのもの、あるいは 超越論的なものの競技として、つまり明らかに、までない、劣った、あるいは明らかな存在がそれに対してあることを前、持って前提している競技であると定義した。それゆえにこの本で彼は、実証主義を、唯一の真なる存在とは、経験によって知られるものあるいは経験の構成要素であると考える、ある種の認識論に基づかせている。同時期に、ウィーン学団は、 世界の科学的見方、ウィーン学団をシュリックに対するオマージュとして発表した。その強い反形自動学的立場は、ウィーン学団の観点によってより明確になった。カルナップは、その著書、言語の論理的公文に、シュリックによるビトゲンシュタインの論考に対する批評を収めている。シュリックは、ビトゲンシュタインの立場を以下のように理解している、哲学、 とはそれによって前提の意味が打ち立てられるか発見されるような活動であるこれは前提とは何を意味しているのか。科学の内容、魂、霊魂はその分が究極的に意味するところに損する重要な表現の哲学的活動は、それゆえにすべての科学的知識の主要素であるカルナップ P284 ロジカルシンタックスオブランゲージドイツとオーストリアで、 ナチズムが交流するとともに、多くのウィーン学団の声員がアメリカ合衆国やイギリスへ去った。しかしながら、シュリックはウィーン大学に残った。1935年にファイグルが訪ねてきた際に、彼はドイツで起こったことに対するウロタイをあらわにしている。1936年6月22日に、シュリックは抗議を行いに大学に行ったが、 教室への階段で以前受け持っていた学生のヨハン、ネルベックに拳銃で撃たれ死亡した。ネルベックは、シュリックの哲学は自分の倫理的自制を妨げたと主張した。一方、別の説明では、ネルベックは女学生に対して失恋したことによる嫉妬に突き動かされ、シュリックが恋のライバルであり、迫害者であるという変質狂的な妄想に導かれたのだという。 ネルベックは裁判で有罪となったが、事件は歪められて伝えられて、大きな反響を呼ぶスキャンダルとなり、その周囲で、ナショナリズムや反ユダや主義的な感情が脚光を浴びた。ネルベックは、懲役10年のうち2年後に仮釈放され、アンシュルスの後に、オーストリアナチストの成因となった。シュリックの哲学の分野で果たした功績は、論理実証主義の源泉としてのものである。 彼の人間性、親切さ、紳士性、そして特に彼の鼓舞は多くの彼の同僚によって記録されている。ファイグルとアルベルト・ブルンブルクは知識の一般理論に対する彼らの優れた序文にこう書いている、より若い世代の哲学的探索に対して新しい刺激をこれほどよく用意した人はいない。多くの弟子と継承者が知識の理論における問題に対してより高い程度で、 正確、妥当な論理的分析を加えているが、シュリックは、哲学的問題において何が重要かを嗅ぎ分ける、卓絶した感覚を持っていた。フェイルブルームバーグ、イントロダクション、ゼネラルセオリー・オブ・ナレッジ、P21、ありがとうございます。